天沢。八神さん。実は。は？ええ。はあ、あっ、なるほど。実は。ええ。それって。なるほど。ええ。はい。いえ。要するに。はい。お願いします。え？
天沢。どの曲で踊りましょうか。振り付け衣装はどれがいいですかね。どの曲で踊りましょうか。振り付けは何にしますか。衣装どの曲で踊りましょうか。さあ行こうか。八神さん。ああ。いえ。天沢。八神さん。
はい。あの、実は。なるほど。八神さん。ああ。あ。あの、はい。なあ。はい。ねえ。マジかよ。はい。そんな。はい。
ちょっと。ということは、西園。はい。なあ。はい。真の名探偵ならば。高梨。いえ。八神さん。どの曲で踊りましょうか。衣装はどれがいいですかね。どうかな。この振り付けは何にしますか。よし、やるか。
どの曲で踊りましょうか。よし、やるか。西園。ママさ、ところで、実は、え？はい。
なるほど。八神さん、八神さん。西園、まだ練習に身が入らないか？すみません、バカみたいですよね。たかが失恋で、本当ガキみたい。はあ、聞いていた以上にひどいね。え？はあ、あ、ノリズキ。え？本人？ちょ、え？なんで？
ノリズキユリエがいるって聞いたんだけど。おお、本物。すっげえ、テレビで見るより全然可愛いじゃん。サインください。サインはなし、もうアイドルじゃないから。でもノリズキ来てくれたのか。西園さやかの間抜け面を見に来ただけです。間抜け面、はあ、失恋ごときで情けない。あなた何のために踊ってたの？匠のため？それは それがわからないの。自分が何のために踊るのかわからなくなっちゃった。半年ほど前のことだったかな。え？たまたま友達に誘われて小さなダンスコンテストを見に行ったことがあったの。あの、何を？まだアイドルだった頃の話。その頃の私はファンのみんなが望むダンスばかり踊ってた。自分が踊りたいダンスじゃなくてね。だからその会場で見たダンスにすごく衝撃を受けた。その子たち生き生きとすごく楽しそうにダンスを踊ってたから、だから私はアイドルをやめた。彼女たちみたいに楽しく自分のダンスを踊れるようになりたかったから。うん。それあなたたちのこと。え？私はあなたたちのダンスを見て自分に足りないもの、やりたいものを見つけたんだ。嘘。あなたたちがあの日の大会で一番輝いてた。ダンスは下手だったけど一番自由に楽しく踊ってた。素直に羨ましかった。ダンスを楽しいだなんて思ったことなかったから。匠のこと好きだったのも確か。決勝で勝って匠を振り向かせるために練習だってしてた。だけど今は違う。あなたたちに負けないようにってそう思って踊ってるうちに分かってきたの。自分が何のために踊っているのかを。私はあの日あのステージで見たあなたたち、憧れだったあなたたちと本気でぶつかり合うために踊ってる。憧れ？ノリズキさんが私たちに？ええ。そしてその日を夢見て練習する日々は本当に楽しかった。だからがっかりさせないでほしい。それじゃ張り合いがないから。ノリズキさん、決勝大会の会場で待ってる。どいて、練習の邪魔でしょ。はい。みんなごめん、ちょっと休みすぎちゃったみたい。練習しよっか。はい。今日はどの曲にしましょう。衣装を選んでください。いいね。振り付けはどうしますか。衣装はどの曲にしましょう。さあ行こうか。
すごいです。みんな、おう、西園。はい。みんな。はい。あ。はい。八神さん。え？はあ。天沢。いえ。わかった。天沢。ええ。ふん。ああ、ねえ。
怪しいな。あの、はあ？おい。ヤガミ！ああ、あれ？
ヤガミさん。ああ、おい、やだ。おい、あの、あ、ん、おい、なんだって。なあ、すみません。あの、あの、はい、え、はい、はい。
のっぴー、のっぴー、つまり八神先生、ノッピなるほど。八神さん。のっぴのっぴわかった。失せろ。おい。はい。八神さん。
なあ。いえ。ダンスを全力で楽しむ。みんな。どの曲にしようかな。衣装振り付けはどうするか。どの曲にしようかな。さあ行こうか。みんな、なあ、全力で楽しんでこい。清涼ラビッツ、明るく元気に楽しく、せーの、ポップステップラビッツ。あ完璧だ。よっしゃ。よっしゃ。見ててくれましたか？さて、続きまして、いよいよ本日の優勝チームの発表です。行きましょう。全国高校生ダンスジャム。見事、優勝に輝いたのは、清涼ラビッツだ。
嘘、うちらのことだよ。ほらステージに。八神さん、まさか潜入調査の結果ダンス部を優勝にまで導いちゃうなんて、やりすぎじゃないですか。彼女たちが頑張ってくれたおかげだ。いや、楽しんだおかげかな。八神さんも随分とレッスンを楽しんでたんじゃないですか。ああそうだな、それは否定しない。思いがけず部活動ってのを満喫しちまったよ。どうですか、10代の頃味わい損ねた青春、存分に味わえましたか。かもな、ちょっとばかり遅すぎたが。みんな本当によく頑張ったな。まさか本当に優勝できちゃうなんて、すごいすごい。だってあの乗月ゆりえ率いる三崎高校にも勝っちゃったんだよ。夢みたい。八神さん、今まで本当にありがとうございました。八神さんの指導のおかげでここまで来られたんです。ほらみんなもお礼。ありがとうございました。俺はほんの少し背中を押しただけだ。頑張ったみんなの力があったからだよ。決して諦めず努力し続けること、そしてダンスを全力で楽しむこと、それがここまでの結果を勝ち取ったんだと思う。お邪魔かな。あ、のりづきさん。西園さん、それに清涼ラビッツのみんな、今回は私の乾杯、おめでとう。のりづきさんたちのダンスも最高だったよ。正直発表の瞬間まで負けたかもって思ってた。そう？奇遇だね。私は発表の瞬間までまず負けないって思ってたから。口が減らないね。西園さん、次のコンテストでは負けないから。その時に私たちは今よりももっともっと上達してるはず。それは私たちだって同じだよ。西園さん、また会いましょう、コンテスト会場で。うん。ありがとうございます。ああ。はい。ええ。